ようございます。今日はこれからある企画のためにちょっと買い出しを。でも高校生の時よく来てたけど、そんな詳しくないんだよな。私は全く分からない、ね、しかも高校生の時このライズとかなかったから、まあ、まだ全然作ってる途中だった。駅前じゃ何もなかったですか？でも何もないよ、本当に。本当になんかただただ土手で遊ぶだけみたいな何にもないとこだった。そう、すげえ綺麗になったなみたいな感じだよね。だからまあプラプラしていきます。ウェイ。やばい、我々一番最初の買い物にもめちゃくちゃ翻弄されています。そうなんです。そう、全然ないライズにないものはないと思ってたが、なかった。ライズを抜けて商店街らしいところにいます。商店街ガールズバーって最強。うまい、絶対うまい、めっちゃうまい。おすすめです。うまっ。セブンイレブンさん CM 待ってます。うん、すごい美味しく食べるよすごい美味しく食べるよ。あ、すごい危ないとこ歩いてるやばい危ないよ。なんかリッチな通りね。なんかすごい、こんなとこあんの。カレーストリートでおにぎり食べるそれを、そこかな。あ、左かな。あ、なんか、え、入れねえじゃん。え、大丈夫？大丈夫くない。あ、でもまあ、抜けられる。大丈夫？我々庶民が通って大丈夫。大丈夫かな。これ抜けられるか。抜けたい。あ、いけるいけるいける。おお、そしたらもうあるんじゃない。もうある？多分。あ、あった。おー、到着しましたんで行ってきまーす。ちょっと行ってきますね。停電にしたいな。買い物は終わったので、ただいまチルタイムに入ってます。眩しい。土手のここが最高スポット。すっごい眩しい。めっちゃ天気良い。すげー時間かかったね、マジ。本当に1時間半。1時間半くらい多分やば。買うもの2つだったのにね。ね、1つが手に入らなすぎてどこにもなかった。本当にびっくりした。ちょっと後でお見せしますわ。楽しみに。ではチルしてます。